今日はダイソン V8、 これですね。これのこのスイッチですね、この交換をしたいと思います。はい、まずはもう余計なものを取り外していきます。ダストビンですね。ここにレバーを押せば抜けます。はい、それからヘッドの部分ですね。ヘッドの部分は後ろのこの赤いレバー、これですね。これを押してあげると簡単に抜けます。はい、こんな状態になりますね。で、まあフィルターもいらないんで取っちゃいます。で、まずはバッテリー抜きます。バッテリーは3箇所ですね。はい、この状態になりました。この V8 の場合、ここからがですね、一番嫌なところというか難しいところになります。ここですね。このポストフィルターのところ、モーターエンドカバー、これですね。これを抜いてあげないといけないです。これがですね、これが何回か抜き差しした、実はモーターエンドのカバーの慣れの果てですね。残骸です。で、なぜ難しいかというとですね、まずここ、これですね、ここにオーリングが入っているので、ドライバーですね、マイナスドライバーとかを入れて、この隙間ですね、この隙間にマイナスドライバーを突っ込んで、こうこじると、ここもそうですけど、このオーリングをこう傷つけてしまう可能性が非常に高いということですね。非常にやりにくい構造になっています。実際にはこの位置、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 4箇所に相手方の突起がそれぞれあると、後で開いた時にお見せします。どんな方法がいいかというので、いろいろやってみたんですけど、まあ例えばこのフィルターをつけたまんま、こう引っ張ってあげただけでもちょっとこう浮いてくるんですね。だから、まあ力で無理やり外せそうと思えばそれでも外れると。ただまあそれだとね、やっぱり少しこう、なるべく負荷のない方法で開けられないかなということで、いろいろ試した結果がですね、まあこの薄いピックですね、まあ精密用品、例えばその、スマホですとかね、そんなものを加工したり、まあ自分で修理したり、したいと、例えばまあバッテリーを交換とかですね、まあ、そんなやつのキットの中にも入ったりなんかしたね、まあこんな感じで、モーターエンドカバーですね、これにあんまり負荷をかけずに抜いてやる方法で、ちょうどこの4箇所ですね、今ちょうど入れたのは、最終的にはこのことことこと、こういうふうな4箇所になりますね。で、何があるかというとですね、ちょうど見えないですかね、ちょっと見にくいんで、この黒いカバーと外しますね。よいしょ、このカバー、ちょうどここですね、これ、それからこっち側がここ、見えますかね、ちょうどこの出っ張りですね、それと下側がですね、ここですね、この出っ張り、それと右の下がこれですね、この出っ張りと。ということで、1、2、3、4箇所、突起があるということですね。無理やり抜くとですね、最終的にはこんな感じですね。これがちゃんとしたもの、右手がちゃんとしたものですね。左手がだいぶ壊れてしまったものです。ここですね。
割れちゃってます。ここも割れちゃってます。これも割れちゃった。ほぼほぼもう止まりは甘くなります。やりますかね。やりましたね。まあこんなんですかね。こんな感じで入るのは入るんですけど、もうスカスカですぐ取りできました。こんな状態ですね。まあ肝心のあのスイッチの交換の方に話に戻ります。まずここにあるこれですね。この線、これですね。これはあのこの裏に後でお見せしますけど、くっついているセンサーに向かっている線ですね。まあこれいらないんで外しちゃいます。トルクスドライバー T8 サイズ。まあこれを使ってこの電源用のケーブルですね。同じような感じですかね。はい、こんな感じですね。このモーターですね。モーターがあると何もできないので、モーターをちょっとずつ、あんまりまあ基板を壊してしまうとね嫌なので、まあ少しずつちょっと持ち上げていきたいと思います。線がですね、めっちゃめちゃこう厳しいのでですね、まあ、ちょっと避けながらですね、こんな感じです。お尻側から見るとあそこにあのトルクスドライバーのビスのが見えているかと思います。あれを抜いてあげます。まあ、全部はこうね抜けてこないんであれですけど、こんな感じですね。中はこんな感じになってます。見えますかね。こんな感じです、ちょうどこのモーターの周りを空気が抜けていくというような構造になっているようなので、プレフィルター、特にプレフィルターですかね、この辺りあの水分を含んでいたりなんかするとあまり良くはないですよね。とこの接点台ですね、これをちょっと引き抜いていきたいと思います。接点台そのものはですね、こう引っ張ってあげると抜けてくるんですけれども、こうですね、でここのところにこういうなんか角みたいなのがあって、ここ掴みたいんですけど一番端っこの位置になるんですか、なかなか掴めないということで、とりあえずまずはちょっと接点のところを引っ張って抜けてきたら、このなんか取っ手みたいなやつですかね、これをこう抜いていきたいということでいいかなと思います。で、まあ、今引っ張り出したやつは実はもう前に交換済みのやつで、あの実際に折れたやつはですねこれです。でもうこれ完全にですね、完全に折れていけこんな感じですねというような状態になります。でこれがそうですね、完全に折れたスイッチです。で、まあこの完全に折れてるとこのバネが飛んでいく場合がありますので、お気をつけてください。V10、V11 の場合はこれ実はこの接点台にバネが飛ばないように抑えられ
というような構造になってますけど、 V8 の場合はバネを止めるものは何もありませんので、完全に折れていると飛んでいきます。よいしょ。で、まあ、スイッチはですね、まあ、こんな感じで、こうですね。まあ、これを戻してあげます。ちょうど、この奥の、この穴ですね。この穴に線が戻ってくれれば、基本的には、接点そのものはスムーズに入っていきます。ちょっと形を整えてですね、下から入ってみます。入りましたね。まあ、ちょっと場所をはい、スイッチ台がスムーズ戻りましたので、後でもいいんですけど、とりあえず先に、はい、接点台の固定 OK です。この細い線はここのところにこういうなんかセンサー状のものにこうつながってます。まあ、もし落ちてきちゃったりなんかしたら、この位置に戻してあげればいいと思います。ちょうどこれですね。線がもうとにかくギリギリなんで、この白い線の下を通してあげます。で、まああとはもうちょっとこう一本ですね。こうですね。はい、続いて戻していきます。この黒いカバーですね。まあ、これはケーブルとかが挟まってなければまあいいのかなと感じです。次カバーですね。本体のカバー。まあこんな感じですね。パコンと押し込んであげただけです。はい。腕入りました。はい。こんな感じですね。大丈夫ですね。はい。まああと残りはですね、外した
バッテリーのビスですね。はい、まあバッテリーをつけて、で、そうですね、ここですね、ちょうどコネクターがあります、ここですね、ちょうど僕の親指のところです、まあ、ここに入れてやると、ここで入ってますね。フィルターを戻して完了ということでした。以上です。ダイソン V8 トリガースイッチ交換でした。